うございます。15日からあの工事が始まって、今日15、16、17、18、5日目かですね。だいたい初日で床壁天井剥がして、だいたいそれで1日半ぐらいかかって、それから間取りの変更とか、コンセントの入れ替えとか下地とか全部して出てこんな感じ。今日からパテ、内装屋さんのパテ埋めとか入っていって、平行的に大工さん入って、明日から床壁天井また張り直す作業でって感じですね。だいたいここに移ってきて6年ですね。イメージとして僕は本当10年ぐらいで一回リフォームかなって思ってました。多分トリミングサロンをやってると10年以内にそのリフォームするお店っていうのは少ないんじゃないかなと思います。結構やっぱりその老朽化しますけども、なかなかそこに費用が回せないお店が多いんじゃないかなと思うんですよ。実際今30坪だとして、床のね内装と壁と天井のクロスを張り替えるだけだと多分200万とか250万ぐらいで終わると思うんですけども、今回はもうコンセプトから変えたので、だいたい5、600万かかる工事になりますね。それをやっぱりその営業しながら5年で焼却するとなると、なかなかの、まあ、利益体制をか構築してこなきゃダメだし、そういうところがあるので、なかなかほとんどのお店は厳しいかなと思ってます。僕はちょっともうそうしないと、やっぱりまあ部屋をね作ったりしてますよね。今回ここドライブルームですけども、そういう部屋を作ったりコンセプトから変えてるので、もうやらないとやっぱり納得がいかないのでやってるっていう感じ。ドライブルームはもう湿気かなり大きくなるので、湿気対策とか、まあ、壁はもうキッチンパネルで全部天井まで張り替えてたりしますね。まあ、細かい話だと水洗の位置とかちょっと若干変えたりとか、ブロワーの位置をもう常設したりとか、そんな感じの変更はありますけどね。もう下で全部入れてもらった、まあ、ドライヤー将来的にどこにつけるかわからないんで、結構下地は多く入れてくれてますね。まあ狭い部屋だけど1台200ボルト打っとかないと湿気対策はもう厳しいのかなと。もう湿気が多いと乾かないですからね。まあ局所換気も入れました今回は。あとスピーカーね、スピーカー今回入れたのと、そうですね、この辺は棚関係にまとめてっていう感じかな。まあ、あとは犬たちわらわらするんで、腰に立ち上げるのに壁を張って、ね、設備が増えるのでもう分電盤の夜はもうパンパンですね。回路はもうマックス使いました。ここを回遊した時は回路まだいくつか余ってましたけど、やっぱりこうしたいこうしたいっていうのが出てきたら、もう回路はもう今余ってないですね。コンセント多いですね。こんな感じで、あとはまあ物販スペースはねそんなに大幅には変わらないですけどね。ただもう物販で売り上げていかないと維持できないので、ここはやっぱり力は引き続き入れなきゃいけないですよ。今荷物もたくさん置いてあって、シンク4台、これやっぱりきれいにもう一回掃除してシルク張り替えて設置ですね。洗濯機と除湿機と
あとはまあこのケージは今回このね、マンションはほぼほぼなくすので、はい、あとはコンプレッサーも位置を変えるのでホースリールはなくなります。天井付けのドライヤーもなくなりますと、うん、ロス内は引き続き同じ感じで6台かな。換気はしっかりしないと匂いがかなり重要になるので、静かなトリミングルームをコンセプトの一つにしてますけども、はい、静かなトリミングルームってないじゃないですか、トリミングサロンって、まあ、すごく犬が吠えたりとかドライヤーとかブロワーの音がうるさかったりとか、その中にまあ長いと1日いるって多分嫌だと思うんですよね。まあ本当いながらにして快適にいてっていう空間の方が、まあスピーカーつけましたけども、こうヒーリングミュージックなんかを聞きながら犬たちは生活して、トリマーたちはまあまあ心地よく仕事してみたいなのができればいいかなと。これね、天井の本当これも面白いですよ。最近はもう本当360度とか全天球カメラが結構主流になってきてます。そういうので配信とかねできると飼い主さんも安心だと思うんですよね。結構いいカメラが出てきてて、まあ、将来的に本当1年2年すると、内沢さん到着しました。7時ですけども内沢さん来ました、さすが。ちょっと若干最初の予定、まあ、5日で終わるっていう大まかな工程がありましたけど、若干ずれてますけども、25日のオープンには間に合うと思います。です。まあ、工事の進捗でした。はい。失礼します。